村長、また来たよ。さあ、商談を始めようか。うむうむ、2年ぶりか。あとか、少しやつれたんじゃないかい。ああ、村長、すまないね。本当はもっと頻繁に顔を出したかったんだが。ん？いや、はは、最近鉄や武器の需要が、ますます高まっていてね。我々鉄の士族も、商売繁盛で大忙しなのさ。寝る間もないってか、睡眠はしっかりとらんとな。体を壊しちゃあ、いくらゴールド貯めても意味がないぜ。ふっ、心配いらないさ。私は鉄の跡か、無敵の跡かなんだ。それで、村長。以前、別れ際に言ったセリフ。うむうむ、ふふん、かまん、グラードン。はい、村長。跡か殿、その目をかっぽじってよく見てくださいな。これが、数々の試作を重ねて、ついに完成した至高の朝服。あ、申し訳ないが今年は朝の服の買い取りはしていないよ。え？この辺りに住まう人々は物持ちがいいんだ。衣類は擦り切れて消滅するまで着続けるから、常に需要があるわけじゃないのさ。どうなんだそれ。できれば今年はそこにある製材が欲しいね。得意先の町で、住宅や施設の補修材としての需要が高まっているんだ。補修材？なんだ、近隣の町で火事でもあったんかい？いや、うん、まあ、火事みたいなもんかな。どうだろう、村長、今なら特別に、製材1枚あたり、金のインゴット5本で買い取らせていただくよ。なんだ、随分気前がいいんだな。ここだけの話、製材にインゴットを5本も出す行商人は嫌しない。だって考えてもみてくれ。元はただの、どこにでも生えている木だよ。こんな取引をしたら、後で父、東洋に大目玉だ。でも、特別さ。私は村長たちを個人的に気に入ってるからね。なんかくせえな。あとかお前もしかして私を馬鹿そうとしてない？してないしてないしたこともない。まあ、どうやらあとか。お前の提示した金額は相場のようだし、せっかく来たのに手ぶらで返すってのもなんだぜ。製材を100枚売却するから。うんうん、それじゃあ、代価として金のインゴットを500本。おお。すごい、あっという間にわしらお金持ち、ふふん。すいませんなお茶の間の皆さん、どうやらわしは持ってる側のおまんじゅうだったようです。お前のじゃない村の金だ。ふ、商売はお互いにウィンウィンじゃないとね。さて、それじゃあ長居は無用だ。鉄の跡かはそろそろおいとまさせて。ごめんください。行商のベルダルです。村長、また新しい来客くんだぜ。いや、一応去年にご挨拶には。ああ、襲撃中に来訪してきて、片している間にいなくなってた。無理もないです。蛮族さんが暴れているシチュエーション、恐怖を感じてトンズラこくのは当然ですな。いえ、怖かったのは族というより。何？いえ、私はいわゆる雑貨商でして、食料、日用品、それに砂や粘土。マルタなんかの建材、薄く広くをモットーに手広く扱っています。だが鉄や武器の類は扱っていない。だよな？はい。もちろん、特に武器は、アトカ様たち鉄の士族の専売ですから。うん、それでいいんだ。ベルダルさん、この荒野で牛車を引くなら、わきまえるべきところはわきまえないとね。はは。なんだか、同じ行商人でも色々あるみたいだね。おいちょっと待て、ベルダル。お前も製材の買い取りをしているんかい？はい、近隣の町と国の間でいざこざがあったようで、壊されたり焼け出されたりした者たちの、家の補修材需要が高まっているんです。ちなみに、いくらで買い取ってくれるんだ？製材1枚あたり。おい、ベルダル。金のインゴット7本で買い取りを。この豚？あとか。さて、じゃあ村長、私はそろそろ行くよ。させません。そんな慌てなくたっていいじゃない、ゆっくりしていきなよ。回り込まれたか。あとか、クーリングオフって知ってる？あうちそういうのやってないんで。返せこの野郎。ああ。なんだ。一度売ってしまっても、そのままの値段で買い戻せるんだね。行商連合の慣例でして、行商人が交易上達までは、いつでも契約の解除が可能です。これは商いをより活発にし、価格交渉などをしやすくするという趣旨で。じゃあベルダル、アトカから買い戻した製材を100枚、アトカより高い買い取り価格をつけているお前に売ることにするぜ。毎度は、もういい、こんな村もう来てやらないんだから。後かからはまた粗末な武器を10本もらおう。本当は剣が欲しいんですが、前より値上がりしてるから買えやしないんだぜ。いい村じゃないか、また来るよ。困りました。何か？食料です。見てください、地下貯蔵庫に入りきらない燻製肉がもうこんなに溢れて、最近やたらと狼やイノシシが村に近づいてくるからな。帰り討ちにしているうちに生肉がどんどん溜まっちまってたわけか。嬉しい悲鳴じゃない？ひひ、いいぜ、それなら私に任せて。無駄に食べてももったいないです。来たる新たなハロハロニューメンバーさんたちのために地下貯蔵庫を増設して。無駄じゃないよ、だって食べた分だけ堆肥が増えるんだから。
宝石工房や川なめし工房を建てたことで、島村の人的リソースはまたカツカツだぜ。そろそろまた、入植者の一団、ドバッと来てもらいたいところではあるが、こればっかりはな、私の方で同行することはできん。ひ、アトカちゃんやベルダル君か、人も商品として扱ってくれてれば話は早かったのにね。さすがにそんな世紀末じゃないよ。私ら奴隷商じゃないんですよ。だそうです。ないものをねだっても始まらん。外から労働力が入ってくるのを待つだけじゃなく、内から解決するための手段を講じていくとしよう。学校。学校は基礎教育を提供し、住民の就労率を高めます。遊びの時間は終わりなのだ。そういうことだ。給食出るの？もちもちロンロン。じゃあ私も給食時間だけ通うことにするぜ。素材となる粘土は行商のベルダルから購入済みだぜ。この乾燥した高地、どうも天然の粘土は存在しないようだ。粘土を商材として扱うベルダルは島村発展のための大切な取引相手。霊夢、用務。はい、わしらできっちりお見送りしてきますぞ。いや、そんな丁重に扱っていただいても。いつも粘土を持ってくるわけじゃないので。お帰りはお車でーす。今だ。行け、あらあら。ベルダルのおじさん、また粘土を持ってきてね。はーい。こら。あっち行きなさい。どうしたビトーリア。村長。どうしたもこうしたもないのよ。見てちょうだい。イノシシやシカが、せっかく育てた畑の作物を食い散らかしてるの。いけないね。久しぶりだぜ。久しぶりに切れちまったよ。よし、行ってこい。うおーおー、私だってまだあんま食べたことないんだぞ。なるほどな。最近狼がよく村の近くにまで来ているのはこれが原因か。村長、ビトーリアさん、マルタを持ってきました。霊夢ちゃん、見かけによらず力持ちなのね。ふふん、わしのこの体、見ての通りすべて筋肉ですからな。全然そうは見えないんだけど。でも、マルタを使って、一体何を？知れたこと。マルタとは最強の鈍器。明日から島村のお百姓さんは全員マルタで武装。食害もたらすや性動物どもを通撃でもって追い払ってもらうぜ。獣を追い払う前に腰をやられそうね。村長、今度はイノシシさん五輪銃です。鹿はともかくとして、イノシシについては近接武器があっても素人じゃ対処できん。だから、マルタを組んでフェンス、すなわち柵を作ろうってわけだ。なんだ、そういうことね。というか、ビトーリア、お前元の丘なら、害獣対策はご存知のはずだろ。そうね。もう、秋なのに、暑くって、頭がぼーっとして。そうです。わしは少し、肌寒いくらいですが。おい、ビトーリア、お前、その肌、どうした？これは、多分、虫にでも、刺されて、おっと。ビトーリアさん。あっつ、すごい熱だぜ。もしかして、またインフル？いや、これは。住民が腸チフスにかかりました。腸チフスは嘔吐、発疹、発熱を引き起こし、時には命に関わることもあります。絶対安静、小屋の薬草備蓄は何があろうと切らしてはならん。あやい、この病気感染するらしいから、一緒の小屋に住んでいる人たちは他の場所に移った方が。お断りです。彼女とは寝食を共にしてきた。移るのならもう移ってる。最後まで一緒にいるわ。村長、狭い村だ。隔離できる施設もない以上、下手に発病患者を孤立させるのは疑心暗鬼を招くだけだぜ。感染症の主な原因は不潔な環境だ。薬草と獣から取れる油を使って、殺菌作用のある石鹸を作る。石鹸屋を建てるぜ。今さら、石鹸食べても病気は治んねえぜ。ああ、ゴテゴテなのはわかるが、今はこれしか方法がない。ビトーリアの生命力に勝つ。村長、底辺です。ケルサーさんか。住民がコレラにかかりました。これらは汚染された水を介して広がる感染症で、激しい嘔吐と下痢を引き起こします。ケルサー君まで。今度は水か。あれだけ井戸を掘りましたのに。村長、僕は大丈夫。こんなの昔に比べたら絶対安静だ。廃棄物を家から運び出し、薬草とそれに綺麗な水を絶やさぬように。あやいさ。ケルサー、オードリック。村長、ケルサー、弟は心配するな。薬草の備蓄は十分ある。あとは綺麗な水だぜ。ケルサーが住む小屋の隣に突貫で井戸を掘ろう。オードリック、お前は。わかった。3分だ。3分で掘ってみせる。おい。早い。しかし、腸チフスはわかるが、井戸の数は十分あるはずなのに、なぜこれらに。村長、まだまだ水のことがわかっていないんだな。ジェラルト、
お前は元気そうだな。ひどはね、数があればいいってわけじゃないんだ。ここの土地はひどく乾燥しているから、一つの井戸から湧き出てくる水の量も少ない。そうか、入植者に子供にと人口が増えたのに、食料ばかりに気を取られて水についておざなりになっていたぜ。ね、わかったでしょ、水は奥が深いんだ。どうだろう村長、学校もできたことだし、この僕、ジェラルトに教員を任せるというのは、水の重要性、学術性、神秘性、この僕が涼しい屋内で椅子に座りながら子供たちに水を飲みつつ伝えていくべきじゃないかな。ジェラルト、悪いが教師になるには基礎教育を受けていないといかんらしい。せちがらいよ。村長村長、はいはい、なんだい。これらに感染しておりましたケルサーさん、あっという間に回復し申した。村長村長、もう一度なんだい。チョーチフスにかかっていたビトーリアちゃん、たった今無事に回復できたで。よしよしよし、と、うむ、なんだ、二人とも、もう少し休んでいてもよかったんだぜ。ふっ、人手不足だからね。そうそう長くは休んでいられないよ。く、ケルサー、よかった、本当に。はぁ、あ、わしも安心しました。うんうん、お墓なんて掘りたくないもんね。同じ鉄は不満、清潔度や水回りについても改善していくぜ。ただ、それでも、かかるときはかかるのが病だ。体調不良の場合は遠慮なく言ってこい。十分な休息を与えるからよ。あいあいさ。村長村長、なんだいジェラルト。僕、ちょっと体がだるいんだよね。慣れない農作業で疲れが溜まってるのかな。あれ、ビトーリアちゃん、なんで川舐めしてんの。農家は冬には暇になるからね。村長、もしも人手が足りてないなら、栽培シーズンが過ぎたら農夫の割り当て人数を。あ、ちょっと待って、それはダメだ。次の栽培シーズンが来るまでゼロにするといいわよ。そうすれば農作業ができないからって適当にサボってるやつを労働者にできるから。あ、そんな、僕の冬休みか。お、これで労働者さんが不足して止まっていた伐採作業などがはかどりますな。く、これがあるから農夫になったのに。ああ、ジェラルト君、これを機にサボり癖は直した方がいいぜ。せちがらいよ。じゃあ村長、私はちょっちまぶたが重いんで横にならせてもらうよ。ジェラルト、伐採した丸太は用務に運ばせるがいい。え、そうですな。え、え、用務村民もまあこのわしには劣りますが、重いものを背負ってのシャトルランは経験済みです。経験あるからもう経験したくないんでしょうか。猫車代わりだ、最近なまってるようだし、冬の間筋トレしてろ。いやいや、私だってこの1年カトラちゃんと一緒に狩りを頑張ってたんだぜ。カトラさんからタレコミが来ています。用務、彼女、今年はクマを仕留めたんだから1年分はもう働いたはずだぜ。って言って、ずっと狩猟小屋でくっちゃ寝しているの。それでも私は働いてたって言い張る覚悟。選択の時だ。それって断れるタイプのやつ。選択肢が徘徊 S しかないタイプのやつ。ジェラルト君。うん、せよ、せちがらよ。それでは、8年目の冬を迎え、寒さにかじかむ手で、懸命に水仕事に勤しむビトーリアたち、我が愛すべき村民らの様子を映しつつ、今回はここまで。ご視聴ありがとうございました。まったねー。